おはようございます。相川ウィンドオーケストラです。本日演奏する曲はですね、昭和の時代から、現代の令和まで、それぞれの世代で、楽しんでいただける曲を、演奏いたします。短い時間ではございますが、ぜひお楽しみください。1曲目に、演奏した曲は、ビートルズのオブラリオブラダです。デビューから50年以上経って今でも世界中にファンがいるバンドザ・ビートルズですけども、最近の若い人はですね、ビートルズ時代あまりご存知ではないかもしれませんけど、この曲はですね、昨年まで車のコマーシャルで使われたということで、どこかで聞いたことがあるメロディーだったのではないでしょうか。次に、お送りします曲は、プロ野球、阪神タイガーズの応援歌六甲おろしです。18年ぶりにリーグ優勝を果たしました、阪神タイガーズですけども、今は日本一をかけたクライマックスリーグが、ファイナルステージが始まっております。阪神タイガーズが、ぜひ日本一になりますように。一生に、決まった、はい、日本一決まったそうで失礼いたしました。失礼いたしましたということでございます。はい、それでは六甲おろし、ぜひお聞きください。よろしくお願いいたします。Thank you.
それでは、お楽しみいただけたでしょうか。続いて演奏する曲は、YOASOBI の、アイドルです。テレビアニメの、推しの子のオープニングの主題歌ですが、世界的に大ヒットしている、曲です。この曲はですね、原作の漫画では見えなかったキャラクター この一面を描いているということで、アイドルを表現した明るいシーンとか、あとはそのアイドルではないちょっと暗いシーンがこう、交互に繰り返されるという、ドラマチックな曲となっております。はい、それでは、お楽しみください。お楽しみいただけたでしょうか。早いもので次で最後の曲になりました。次の曲ですけども、演歌歌手の田島三郎の代表曲であります、祭りを演奏いたします。
この曲はですね、NHK の、紅白歌合戦の、大トリを飾る、定番曲になっております。このふるさと祭りでの、愛川ウインドオーケストラ、最後の、演奏曲としてふさわしいと思い、選曲をさせていただきました。ぜひ、お楽しみください。